3周年激アツなんじゃなかろうか。さあ1体目、おお来た。はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日もドラゴンボールレジェンズやっていきたいと思います。というわけで本日から3周年キャンペーンスタートいたしましたね。3周年おめでとうございます。というわけで、本日やるのはもちろんこちらでございます。ダブルステップアップガシャやっていきましょう。いや今回ねゴジータ4もうね PV 見た時に泣きそうになったぐらい嬉しかったですね。で今、ガシャのこのページではだんだん心惹かれてるかが流れてると思うんだけど、まあちょっとね動画的に、音声っていうか BGM はね切り替えてやっていこうと思いますが、まあ、こっちにね GT の新キャラスーパー維新論じゃないや三神論と数神論がいる感じで、こっちにケフラと、またしてもベジブルですね。今度は通常スパーキングで登場ってことで、リミテッドはこっちの方がラインナップいいのかな。まあ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 いいでしょう。とりあえずね今回はまず当然ゴジータ4を狙ってこちらのアルティメットフュージョン回していきたいと思います。ステップアップガシャなんでどんな内容か覚えてないんですけれども、仕様がね、ただ一応ね、ダウンロードデータ一括しております。さあ早速ポットを5つ、ポットの数で演出のね熱さが決まってきますね。あでおーっと金引っ張れはこれスパーキング確定です。いきなりブロリー来る。あこれはベジータかな、 BGM がないからわからないけど、さあいきなりの方法全然関係ない。さあ幸先は良くも悪くもないですね。最初のステップ1は5体出るんだっけな。で GT の方はエクストリーム、おエクストリームのキャラクターで、ベビーとスーパー、おおめっちゃ入ってる、あれこれ10体だっけ。あいいねフリーザ、あ10体だ。5体だと思ったけど時の結晶500で、10体、うお3体目。あ闇鍋形式かな今回も。はい、これは2周年の時に実装されたベジータですね。でこれはレジェンズフェスティバルの時のフリーザで、こいつは残念スパーキングですね。というわけで、ただスパーキングキャラクターはめちゃくちゃ出てますね。ごめんちょっとあの提供割合をちょっともう一回確認していいですか。ゴジータ 0.5% でしょ。で新キャラのスパーキングが 1%、リミテッド 0.25%、 あとはスパーキングみんな 0.13% ってことで闇鍋ですね、新キャラ以外は。で、ステップをね進めていくことによって確定チケットがゲットできます。で確定チケットが集まるとスパーキング確定のね、おーっといいね、キントゥーンはねピックアップ確定だよ。雪山背景も激アツ。さあ腹パン決めていく。これはブロリー来るんじゃなかろうか。ブロリーが来るとリミテッドキャラクター確定です。来ない。さあただ普通に勝っていく、ブルー悟空の演出はスパーキング2枚確定ですね。いや3周年激アツなんじゃなかろうか。さあ1体目、おお来た。あびっくりした。ゴジータだと思った。戦いは好まないが、リミテッドキャラクター 0.25% 引いていきましたね。マタナ悟空もめちゃくちゃ当たりですね。さあ2体目、パンちゃん、おってかスパーキングやばくない、スパイクさん。幸先はいいですよ、スパーキング早くも、20連で6体来てるからね。うちリミテッド1体でしょ。いいねいいね。いいのか。いやーびっくりした、ゴジータ最初出たと思ったわ。3周年になってから演出がね追加されたかどうかっていうところも確認していきたいですね。一応これ、2周していこうかな。あ今回は何もなさそう。さすがに20連でスパーキング6体出てるんで、多分ねこれとねこれの次ぐらいは何も来なさそうですね。まあそういう場合は新キャラのスパーキングじゃなくてエクストリームを狙っていきたいですね。
今回もスパーキング確率は一応 10% か。あ、全部これはエクストリームのやつってことは新キャラ、お、来た、いいね。新キャラのエクストリームをゲットできました。まあ、あの辺のねスパーキングじゃないエクストリームキャラクターも多分ね今回新キャラとして4体実装されてるんですけど、あ、昇格だ。あんなクソ演出だったのに、お、 GT 悟空GT ガシャだからかな。きっとねいいキャラクターがあると思うんだけど、まあ性能とかはまだちゃんと見てないんでね、使ってみた動画とかでもしかしたら、皆さんにお届けできればと思っております。さあ30連目も一応スパーキング来てますね。40連目いきましょう。いや皆さんはねこのガシャどっちを最初引こうと思ってますか。まあ引けるん、おーっと宇宙背景もめちゃくちゃ熱いよ。まあ引けるならね当然両方引いて、あっち、おーっと新キャラクですねこれは、バーダック、久しぶりに見たな。さあ既存の演出ですが新キャラ演出でございます。三神論か数神論、まあ、あれは GT で使っていく感じかな。もうねやっぱ両方ともね強そうなんで、いや GT カテゴリーがめちゃくちゃ強くなるんじゃないでしょうか。ザーボンが2体出てくさあどこで、新キャラスパーキング来るでしょうか。ヒーローばっかだな。あれ今回スパーキングの確率上がってるとかそういうことはないよね。次、あ、ここですね。さあ誰でしょう。さあ通信論、ありがとうございます。ジャークリューの中でもめちゃくちゃねいいやつですね戦いが大好きなキャラクターです、まあ、悟空に似てるんだよね。正々堂々戦うところを主義としてる。だからね結構好きだったんだよね GT 当時見せた時。青背景だけどポット3つか。ちょうど GT がやってた時は私は小学生だったかな。だから習い事とかやってて、習い事が終わった頃に、水曜のね夜7時に、7時だっけ、7時半からかよく見てましたね。ドラゴンボール Z も最後の方はリアルタイムで見てたかな。だから GT はね本当にねど真ん中なんだよね世代的に。だからだんだん心惹かれていくとか引いちゃうと本当にね当時のことをよく思い出しますね。あ、ここはさすがに何にも来ないかな。うん、来なさそうですね今んところ。あ、いいねこのカメちゃんは、なかなか希少なエクストリームキャラクターです。はい、というわけで初めてスパーキングが来なかったかということで2周目ですね、やっていきましょう。何周するとチケットが5枚貯まるのかな。で今回のステップアップガシャも5枚集めることによってここもちょっと確率が収束してってるような気がしますね。ここもちょっとスパーキング厳しそうかな。ただ赤引っ張れスーパーサイヤン、あ、勝っていく、いいね。スパーキング 10% の割には今回めちゃくちゃ出てますね。運営さんが大盤振る舞いをしてくれてるのかもしれないですが、まあだったらねほごじた早々に引いて使ってみたで、使っていきたい。 GT キャラクター出るね0.13% なんですけれども、今のところ初期のね GT キャラクター、お、2体目、いいね。ザーマス2周年キャラクター、半壊ザマスも相当強いと思うんだよね。てかいやらしいキャラクター、あ、2周年のスパーキングキャラクターが、貫突しました、ありがとうございますまあこいつもね未だに強いからね。そういう意味でやっぱ周年で実装されるスパーキングキャラクターっていうのは優秀ですね。さあ次はエクストリーム以上確定です。ここで、スーパー17号新キャラ引いていきたいかなと思いますが、ピックアップ確定、ピックアップ確定ってことは新キャラの確率が高いんじゃなかろうか。それかさっきみたいにリミテッドですね。いやーさっきのリミテッド引っ張りちっちゃあ、これ負けていくのか。ベジータじゃない、ベジータ来ねえか、あれじゃん。シスさんも、あ、この少年期悟空もいいですね。いつか、ドラゴンボール編の強化が来たら使ってみたいんですけど、かくいう私はねピッコロ、おお、これかな。
これですね、ピックアップキャラクター。刻んでやる。だったら持ってないスーパー17号の方が良かったな。俺を倒せる。さっきからブロリー結構出るな、これ。まあ、優秀な Z アビリティ要因であるんですけれども。うん、ベビーですね。さあ、ベビーが2突していく。はい、というわけで、これで、何連目だ？さっき50連やって、2、3、4。80連目ですね。100連までいこうか。ポット5つだけどナメックス。いや、今みんなきっとガシャ回してるんだろうね。だから今が一番、ゴジータ4が当たりづらいかもしれない。金パレ。まあ、ソシャゲの、ガシャのシステムってよくわからないんですけれども、まあね、なんか同じキャラクターが 2回出たりとか、出ないときはずっと出なかったりとか、まあまあまあその辺はね運営に回ればきっとどういうシステムになってるか。おお、 GT キャラクターピックアップされてんのかな。分かってくるんでしょうけど。だから逆にさ、運営になったら自分のアプリとか他のソシャゲのアプリのガシャとかって回す気って起きるのかな。これってこうなってるから今は当たらないよねとか。そういうなんか裏事情を知ってそうですね。はい、というわけで、あと20連ですね。でちょうど100連か、いきましょう。まあまあまあ 0.5% なんでそうそう簡単には来てくれないですよ。さあ、スパーキング確定だけどベジータか。ベジータもスパーキング確定の演出ですね。初期からあんのかなこれは。まあまあ古めのガシャ演出ですね。ただまあスパーキングが安定してきてくれるのはいいですね。なのでこの辺で三神論とか、あとは当然フォーゴジータ。おお、来た。カチンコチンに固まってしまいなさい。カチンコチンっていう単語。さあこれで、新キャラ2体は無事ゲットできました。あとはゴジータだけだな。ここからがやむっちゃ。さっきの三神論だけかな。はい、いいね。というわけで今チケットが今何枚溜まってんだろう。11枚。まあ、微妙だな。そしたらあと、4回引けば15枚になるのかな。そうだよね。おめえはオラに勝てねえ。ポット5つだけどナメックセイ。まあまあいっか、とりあえず切りのいい100連でここで1回やめましょう。あんまりダラダラ引いてても。さあ金引っ張れ。スパーキングが確定だ。あっち側も引きたいしね。そうそうそう、ベジータかな。あ、ベジータ来ない。おお、ウィスさん。ウィスさんは、スパーキング2枚確定ですね。さあ最後の10連でめちゃくちゃいいとこ引いていく。これも2周年の時に実装されたガチャ演出かな。だから2周年の時に結構ベジットブル演出とか、さっきおおいいね、通信論とかウィスさん演出とか追加されたので、この3周年でもひっそりとガシャ演出が追加されてると個人的には嬉しいとか、多分みんな嬉しいんじゃないかな。やっぱねガシャはね、お、初ゲット、いいですね。最後になかなかいい収穫があったんじゃないでしょうか。まあゴジータ4来てないけど。はい、3凸まで通信論がいきましたね。うい、 GT タグの、まだニステ上げ、あ、もうニステ上げですね。優秀優秀。はい、というわけでまずはこちらですね。なんだっけ、アルティメットフュージョンだっけ、アルティメットフュージョン、こちらを100連回していきました。まあまあ結果はねこんな感じだったんで、皆さんもねぜひ3周年激アツなので、まあどちらを引くか悩みやすいと思うんですが、まあ私のねガチャ結果とかをね参考にしていただきながらぜひチャレンジしてみてください。次はねこっちライトオブジャスティス回していきますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいです。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
ー